スターが完全に機能を果たすようになるまで油断はできない。同盟軍は装備も優れており、過小評価するのは危険だ。それってあなたの感想ですよね。何かそういうデータとかあるんですか？同盟軍って共和国時代の古い民部を使い回したりしていて、精力的には結構雑なんですよね。だが同盟軍が元老院の支持を得ている限り、我々としては元老院ですか？さっきシリさんが解散させちゃいましたよ。まあその辺りはたキリさん報告お願いします。共和国の名残はこれで完全に一掃されたわけだ。皇帝陛下はどのように国民をまとめるのですか？今後は我が帝国が任命する知事を各地に派遣して、要はこのデススターを抑止力にしてスーパーレーサーの破壊力を全銀河系の市民にコミットしていきます。同盟軍はどうします？もし奴らがこのデススターの完全な設計図を盗み出したとすると、当然のことながら弱点を見つけ出し、そこをついていきます。これ言っていいのかわからないですけど、ネタバレすると設計図流出させたのってシールさんの計画なんですよね。なので多分大丈夫だと思います。盗まれた設計図なら間もなく我々の手に戻る。ああ、はい、頑張ってください。とりあえずそれは置いといて、同盟軍が総力戦を仕掛けるのって我々からすると都合がいいんですよ。銀河中に散らばった反乱組織がデススターを破壊しに一箇所で集まります。このタイミングで一網打尽にしちゃえばいいんですよ。所詮は人間が作ったものだ。過大評価せぬ方がいい。惑星を跡形もなく破壊しうる力があろうと、フォースに比べれば物の数ではない。ちょっとネイナーさん、あんたこそフォースを過信しすぎない方がいいですよ。要はフォースって血中に流れるミディクロリアンによって生み出される能力で、念動力の獲得と一時的な直感力が向上するだけなんですよね。岩を投げたりとか、なんかちょっと近くに危ないやついるなとか感じたりとか、その程度なんですよね。なのでデイダーさんが言うように惑星破壊兵器を上回る力はないと思うんですけど、未知の力によるプレゼンの一環とはいえ、できもしないのに公の場で適当なこと言わない方がいいですよ。とりあえず同盟軍の基地をさっさと見つけちゃって、Wi-Fi の接続、マイクテスト、なんだろう、フォース使うのやめていいですか？フォースを侮辱する者はいるぜ。それって私に対する業務妨害だと思うんですけど、ターキーさん、僕これって帝国軍の共同経営してシーさんに報告する義務があるんですよ。十分だ。つまらん社会はやめるんだ。はい、とに戻りました。ターキーさん、今後は気をつけてください。それじゃあ今後の展開をまとめてください。このデススターが最終的完成を見る頃、同盟軍の秘密基地をベーダー卿が探り出すであろう。それから一撃で敵を壊滅させればよいのだ。